これでね、後ろから紐を持ってきていただいて、よいしょ、こうやってね、通すだけなんです。たぬきちでございます。今日はですね、珍しくちょっと越中ふんどしの締め方をね、久しぶりにやっていきたいと思います。まあ皆さん分かってると思うんですけれども、このね、赤いふんどし、越中ふんどしですね。まあ一番ふんどしって言われたらポピュラーにこれを思い浮かぶんじゃないか、一番最初に思い浮かぶのがこの越中なんじゃないかなと思うんですけど、布にね、こうやって紐がついてるやつでございます。これの締め方ね、今日やっていきたいと思います。灯油じゃないよ。くだらんで、ごめんなさい。で、越中ふんどしは、これね、前からじゃなくて、後ろから通すんですよ。後ろに、こうね、当てて、前に紐を持っていきます。で、おへそのね、下のらへんですね。で、ちょうちょ結び一回しましょう。で、これでね、後ろから紐を持ってきていただいて、よいしょ、こうやってね、通すだけなんですよ。でっていうかね、でね、六尺ふんどしの外し方はせっかくなので今日やっていきましょう。六尺のふんどしの外し方は感じだった、ね、左の横につ、こうやってね、外していただいて、横に引っ張ると外れます。はい、めっちゃ簡単なんです。締めるときは難しいんですけど、つけるときは結構簡単で、はい。で、よいしょ、またにね、ふんどしを通していきます。越中ふんどしを締めます。で、六尺を外しますと。六尺ふんどしのいいところは、実はね、パンツとか履いてても締められるっていう、ズボンあるじゃないですか、ズボンを履いてても、なんて言うんでしょう、六尺ふんどしに締め替えができるんですね。まあ、越中もそうですね。越中もズボン履いてても、ここをほどいてしまって脱いで、でまた新しい越中ふんどしも締められますし、六尺も布をただ巻いてるので、パンツみたいにね、ズボンを下ろさないと履き替えができないっていうわけではないらしいです。はい、なので、まあズボンは変えないけど下着だけ変えたいとかいう場面には重宝するんじゃないかなと思います。そういう場面がどこなのかって言われると僕よくわかんないですけど、まあ自衛隊とかね、自衛隊の時とかはちょっとズボンはね、もうぐちゃぐちゃで変えられないけど、ちょっと下着だけ新しいのにしたいなっていう時には重宝するかなと思います。はい、今日はね、で越中ふんどしこんな感じです。前はね、前だれがあってこうペロペロしてます。はい、で横は紐で、後ろはね、こういう感じでちょっとお尻を覆うような形になっております。まあね、一般的なふんどしって言われたら越中なんじゃないかなと思うんですけれども、六尺もいいものなので、ぜひ越中ふんどし愛用されている方は六尺ふんどしにも挑戦してみてください。はい、以上です。いいねと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それではまたどこかでお会いいたしましょう。たぬきちチャンネルでした。バイバーイ。